鈴木宗男は、日本の政治家。日本維新の会所属の参議院議員、地域政党新党第一代表。元衆議院議員、北海道維新の会代表。北海道開発庁長官、沖縄開発庁長官、内閣官房副長官などを歴任したが、鈴木宗男事件において逮捕され、最高裁に上告していたが、2010年9月7日付で、 上告が帰却され、異議申し立ても9月15日付で退けられたため、実刑が確定し、議員資格を失いちょうど1年間収監された。日本の政治家の中でも特に、ロシアとの関係が深いことで有名。衆議院議員の鈴木隆子は長女。十勝市長西屋所村及地出身で保守系が、ひしめいていた旧北海道極選出の中川。 一郎衆議院議員の秘書を務める。立会演説会では、中川の代理で登壇するほどに、中川から信頼を寄せられ、中川の金庫番とも言われた。1983年に、中川が死去すると、第37回衆議院議員総選挙で、中川が生前に立候補していた、中選挙区時代の北海道5区から、 自民党の公認を得られず保守系無所属で立候補。中川の長男である正一と骨肉の争いを演じ、激戦の末ともに初当選。期間中、支持者に対して車窓から箱乗りして手を振る姿は有名である。初当選後、自民党の中曽根康弘総裁から追加公認され、自民党に入党した。鈴木の事前公認に反対したのは、 当総務局長であった小沢一郎で、鈴木はそれを知ると、後々まで恨んだというが、現在は和解している。ウ住ズ明の渡辺常夫メディアと権力によると、小一が立候補していたため、読売新聞グループの渡辺に立候補を断念するよう迫られ、鈴木が断ると、マスメディアに、大々的に、鈴木批判の記事が掲載されたという。また同書によれば、 鈴木側は、中川先生は、世襲に否定的であったという大義を下に出馬を決断したとしている。中選挙区時代の北海道5区は、定数号に対し日本社会党が、最後まで3人の候補を立て続けた、唯一の選挙区であった。社会党は3人に地盤を3分させ、釧路市を地盤にした候補には、岡田敏春がいた。小一との意婚、自ら、 中川一郎先生の応援を得て、最年少競技として、政界デビューと語る、保守系無所属の武部務の参戦もあって、毎回自民参考補大社会党参考補の激戦が、日本一面積の広い選挙区で繰り広げられた。当選後は、しばらく無派閥を続けていたが、1993年に、形成会に加入。 加入以前より田中派竹下派幹部の金丸真を、金丸真の引退後は、当選回数の近い衆議院議員である野、野中博武雄氏と青木、野中鈴木ラインで正解を叩き上げた。叩き上げの手法の中には、大蔵省への陳情の際に、北東海を同席させたり、リクルート事件で、竹下登が辞意を表明した後に、後継総裁選定が難航した際に、 早くから宇野宗介が後継であると断言するなど、従来の政治家の常識を超えた行動が目立っていた。1996年の小選挙区制導入で、九国区は十一区、十二区、十三区に分割され、十一区は中川、十二区は武部の地盤となった。十三区は北村直人の地盤であったが、北村は当時の浸透ブームに乗り、羽田勤務。 小沢一郎らと新政党結成、新進党の決闘に参加していた。鈴木は自民党候補者が不在となっていた13区に国替えした。2001年3月、森吉郎首相、小池百合子議員らとウラジーミル・プーチン大統領に会う、鈴木宗男鈴木にとって、中選挙区時代から小選挙区以降後の今日でも、十勝市長は地盤として強固であったが、 国えに伴い、それまで、縁の薄かった釧路市に家を構えたことに関し、県予感を持った釧路市民も多いと伝えられる。国え直後の総選挙では、釧路市を代表伝とする北海道13区では、自民党を離れながらも落農業を中心に保守層を抑えた北村に敗れ、重複立候補していた比例代表北海道ブロックで復活当選した。 選挙区の国替え後、基本的には、十勝市長の土建業者の支持を中心に受けつつ、補助的には、自民党代議士が長く、不在なため基盤整備の遅れた、同等の中心都市、釧路市を含む釧根、ね、特にこれまで、独自の国会議員を持ったことがない根室市長では、建設業界に支持が根強い。ライバルの北村が落農家を地盤としたのに対し、 鈴木は、岡田敏晴の基盤であった、漁業関連へと食い込み、海関連で強固な人脈を築いた。1997年9月発足の第二次、橋本改造内閣に、北海道開発庁長官、沖縄開発庁長官として初入閣。1998年6月には、現職閣僚として初めて、国なしり、エトロフ良党を訪問した。 同年7月発足の小渕内閣では、閣僚経験者ながら内閣官房副長官に抜擢された。2002年2月4日、NGO 出席問題をめぐって、田中牧子外務大臣と対立する形で、衆議院議員運営委員長を辞任。9日後の2月13日、国後島の日本人とロシア人の友好の家の建設をめぐる疑惑を発端として、 数々の疑惑が浮上。2月20日に参考人招致、3月11日に証人喚問を受けたが明白な答弁は避けた。一切の疑惑に対して曖昧な釈明に終始したことより、社民党の辻元清美議員から、もう、戸忘れ禁止法を適用したい。あなたはね、疑惑のデパート言われてますけど、疑惑の総合勝者なんですよ。と批判を受けた裁判でも、 その事実は出ておらず、確証がなかった。そのような言葉遣いをしたことを反省していると、陳謝している。3月15日、自民党を離党。さらに3ヶ月後の6月19日、ヤマリン事件の圧戦収賄容疑を理由として、衆議院本会議にて逮捕許諾請求が可決され、逮捕された。21日、衆議院本会議で、 議員辞職勧告決議が可決されたが、議員辞職はしなかった。7月20日、圧戦終わり罪で起訴。承認勧問において、島田建設事件と、モザンビーク事件に絡んだ証言が偽証として9月13日に、議員証言法違反で、また、政治資金規正法違反の罪でも合わせて起訴された。2003年9月、 第43回衆議院議員総選挙の直前に保釈。その後衆議院本会議に出席。議員辞職勧告決議がされた国会議員が決議を無視して登院したのは初めてのことであった。同年10月、胃がんを手術。2004年の第20回参議院議員通常選挙に北海道選挙区から無所属で立候補するも落選。 2004年11月5日、東京地方裁判所での第一審で、受託収賄、圧戦収賄、政治資金規制法違反、議員証言法違反の4件で有罪となり、懲役2年の実刑、追徴金1100万円の判決が下された。鈴木は一連の事件をすべて否定した上で、国策捜査と批判し即日控訴した。 2008年2月26日に東京高等裁判所においても控訴棄却となり即日最高裁判所に上告した。2005年8月18日松山千春と共に新党大地を結成し代表に就任。9月の第44回衆議院議員総選挙に北海道ブロックでの比例 A1 候補として立候補して当選。 衆議院議員復帰を果たした。当選後の特別国会での主犯指名選挙では、小泉純一郎に投票、再提出された郵政民営化法案には反対票を投じたその当時再び胃がんとなり、再手術したと2006年9月19日の最終警告。けしの本当は、怖い家庭の医学で告白した。 2006年9月26日の主犯指名選挙では民主党代表の小沢一郎に投票。また10月22日には30分間小沢と会談し、統一地方選や参議院議員選挙での協力を約束したが、2007年7月の第21回参議院議員通常選挙で民主党の支援を受けた新党第一推薦候補が落選したことから、 民主党との選挙協力を白紙に戻し、自民、民主両党との間で、ぜぜひひのスタンスを取ると表明。2008年9月19日、国民新党と統一会派、国民新党、第一、無所属の会を結成。10月3日に札幌市事務所の会見で、新党第一代表として、軸を置いて、政党間協議を見ながら、 最終的に判断するとした上で、国民新党や民主党からの重複立候補をした上での、小選挙区立候補を示唆する発言をしていた。最終的には、第45回衆議院議員総選挙では、前回同様新党第一として、北海道比例ブロックに立候補、前回同様一議席を獲得し、新党第一代表として2期目の議員生活を送る。 2009年9月16日、新党大地が衆議院で、民主党の統一会派、民主党、無所属クラブに参加する形で、与党会派入り、9月17日に、衆議院外務委員長に就任。有罪判決を受けて上告中の刑事被告人が、与党会派入りして、国会の上任委員長に就任するのは極めて異例である。自民党、公明党、 共産党の野党は、一、二審で、有罪判決を受けて上告中の刑事被告人なので、委員会を代表して円滑かつ公平な運営に、携わる役職にふさわしくないとして、鈴木宗夫の外務委員長就任に反発し、与党の民主党は、推定無罪の原則がある、直近の民意で当選していると反論。常任委員長は、慣例として、全会一致で、 議長指名として選出されるところ、本件については、異例の規律採決で議長指名となり、横道高弘衆議院議長が鈴木宗を外務委員長に指名した。この国会人事については、民主党が北海道で圧勝した鈴木宗男の影響力を考慮した、論考交渉的な人事とする向きもある。鈴木は自身の刑事訴訟と、 外務委員長就任について2009年11月18日に、岩谷武氏から質問を受けた際には、司法は、司法の判断。立法府は、立法府の判断があっていいと述べた。2009年10月3日、ライバルであった中川翔一が死去し、記者会見で号泣した。その後、2009年12月4日に、鳩山幸雄首相が、首相官邸で、 元中日ロシア大使と北方領土問題で会談をした際に同席したり、2010年1月17日に新党第一代表として民主党大会に来賓として招かれた。2010年5月8年ぶりにロシアを訪問し、11日にモスクワのロシア外交アカデミーで講演、鳩山首相の時に北方領土問題解決、平和条約締結ができなければ、 未来英語を解決できないと演説した。2013年12月20日、参議院議員、丸川玉代、チェリーブロッサムインターナショナル代表取締役、佐野美は、ナック名誉会長、西山義幸らと。右から二人目が、鈴木宗夫。2010年9月7日、最高裁判所が、上告棄却を決定した。鈴木議員側は、 異議申し立てを行う一方で、衆議院外務委員会が9月9日に、理事懇談会を開催し、鈴木の外務委員長としての職務を停止し、筆頭理事の小宮山康子が委員長代行に就任する決定を行った。9月15日に異議申し立てが却下されたため、懲役2年の実刑、追徴金1100万円の第1、2審判決が正式に確定した。 これにより鈴木は公職選挙法の規定により非選挙権を失ったため国会法の規定に基づき衆議院議員及び衆議院外務委員長を退職した。なお、第二審で未決交流日数2 2 0日を参入するとされたため刑期はそれを差し引いた期間となる。また公職の収賄罪で実刑確定となったため 当職選挙法の規定に基づき景気満了から5年間は、公民権停止となる。判決時の2010年時点では、公職の収賄罪の実刑確定は、景気満了から5年間の選挙権停止と10年間の非選挙権停止の規定であるが、この規定は1999年9月2日以降に、 起こした事件の規定であるのに対し、収賄罪が認定された最後の事件は1998年8月の事件のため、憲法の訴求処罰禁止規定により、法改正前の当時の公民権停止規定である、景気満了からの5年間の公民権停止となった。退職に伴い、比例名簿、第2位で搭載されていた、八代英太はすでに離党しており、 代わって、ついで比例名簿第3位に搭載されていた、浅野隆弘が繰り上げ当選した。同年12月6日に収監された。収監中は、キツレ川社会復帰促進センターで服役していることを、関係者を通じて、自らのメッセージを発表する形で明らかにした。2011年12月6日に収監からちょうど1年で、仮釈放された。 景気満了は2012年4月、公民権停止満了はさらに5年後の2017年4月となった。2011年12月28日に、新党大地の浅野隆弘、元民主党の松木健康と、石川智弘の衆議院、議員3名と、元民主党の横峯義郎、無所属の平山誠の参議院、議員2名、 経営5名の国会議員と共に、新党第一、真民主を決闘し、党首に就任した。新党第一代表時代は、政党交付金廃止を主張していたが、新党第一、新民主メンバーの多数派の意見として、新党第一、真民主は、政党交付金を受け取ることを発表し、2012年4月に、政党交付金を受け取った。収賄罪。 政治資金規制法違反、議員証言法違反で有罪が確定して、公民権を有しない者が、党首の政党に、政党交付金が支給されるのは極めて異例。2012年12月の第46回衆議院議員総選挙、2013年7月の第23回参議院議員通常選挙では、新党第一代表として、 政治資金規制法違反で有罪が確定して選挙運動ができない中で選挙戦に臨むことになった。2014年12月の第47回衆議院議員総選挙では候補者を立てなかった。2017年4月に公民権が回復したため同年10月の第48回衆議院議員総選挙では新党大地より比例北海道ブロックに 名簿順位1位で立候補したが落選した。2019年5月23日、食道癌が,が見つかり、手術することを公表した。同年6月18日、第25回参議院議員通常選挙の参議院、ピレークで、日本維新の会から出馬することが報じられた。同年7月21日、第25回参議院議員通常選挙の、比例代表で当選し、 約9年ぶりに国政復帰を果たした。自民党時代から森吉郎と同じく進路派である。安倍晋三に対しても長都市での日露会談を高く評価するなど進路的姿勢を評価しており、日本の技術力でシベリアロシア極東を開発することを提唱している。ありがとうございます。